どうもカチチャンネルです。いきなりですが、皆さんは世界最大のリクガメを知っていますでしょうか？そうです、ガラパゴスゾウガメですね。ガラパゴスゾウガメはリクガメが特別好きでない人でも一度は耳にしたことがあるぐらい有名な種類なんじゃないかなと思います。では逆に一番小さいリクガメは何だと思いますか？正解はシモフリヒラセリクガメです。これはリクガメが好きで飼育している方でも答えられる方は少ないんじゃないかなと思います。この世の中に存在している世界最小のものは世界最大のものよりも知名度が低すぎるんです。例えば世界最大のサメといえばジンベエザメですよね。では世界最小のサメは何でしょうか？正解はツラナガコビトザメです。続いて世界最大の鳥はダチョウですが、世界最小の鳥は何でしょうか？正解はマメハチドリです。世界最小の方はどちらも誰やねんって感じですよね。でも世界最小っていう誇らしい記録を持っているにもかかわらず、最大の方よりも圧倒的に知名度が低いなんておかしいと思いませんか？世界最小の生き物たちにももっと胸を張って生きてもらいたいですよね。ということで今回は世界最小のリクガメであるシモフリヒラセリクガメと、それが属しているヒラセリクガメ属のリクガメ全部で5種類を紹介して知名度をどんどん上げていきたいと思います。ヒラセリクガメ属のリクガメは現在発見されているもので5種類存在していて、さらにヒラセリクガメ属と小型ヒラセリクガメ属の2種類に分けられます。海外では一般的にヒラセリクガメ属はホモプス、小型ヒラセリクガメ属はチルソビウスと呼ばれていて、マニアの間ではこっちの呼び名の方が浸透しているかもしれません。ヒラセリクガメ属にはオウムヒラセリクガメ、オオヒラセリクガメの2種類、小型ヒラセリクガメ属にはブーランジェヒラセリクガメ、ナマクワヒラセリクガメ、そして世界最小のシモフリヒラセリクガメの3種類が含まれています。名前の通り小型ヒラセリクガメ属の方がヒラセリクガメ属よりも小型ではあるんですが、他にも3つの大きな違いがあります。まず1つ目が爪の本数です。ヒラセリクガメ属は前足後ろ足ともに爪が4本なんですが、小型ヒラセリクガメ属は前足が5本、後ろ足が4本になっています。前と後ろで爪の本数が違うなんて面白いですよね。そして2つ目の違いがお腹のへこみです。一般的にリクガメは成長すると交尾をするときにオスはメスの甲羅の上に乗っかるので、メスの甲羅からずり落ちないようにオスのお腹側の甲羅、つまり副甲がへこむように発達します。小型ヒラセリクガメ属の場合は一般的なリクガメと同様、成熟するとオスの副甲がへこんでくるんですが、ヒラセリクガメ属の場合はへこまずに平らなままだそうです。そして3つ目の違いが生息地の降雨量です。どちらも降雨量の少ない乾燥地帯に生息しているんですが、その中でも小型ヒラセリクガメ属の方がより雨が少ない乾燥地帯に生息しているそうです。とここまで両者の違いについて紹介してきましたが、共通する特徴も4つあります。まず1つ目は頭から尻尾に行くに従って緩やかに盛り上がっていって、最頂部では平らになっていく甲羅の形です。各甲板に年輪状の模様が入っているところも共通点の1つです。また2つ目は発達した大きな鱗で前足後ろ足が覆われているところです。3つ目は大体のリクガメの共通点なんですが、オスよりもメスの方が体が大きくなるところですね。最後4つ目が5種類全てがアフリカ大陸南部に生息しているところで、分布はこのようになっています。ナマクワヒラセリクガメのみナミビア共和国に生息していて、その他の4種類は全て南アフリカ共和国に分布しています。気候区分は大まかに、南アフリカの南側沿岸部は地中海性気候、内陸部はステップ気候、そして西側沿岸部とナミビアは砂漠気候に分かれているため、同じヒラセリクガメ属だからといって全種類同様の気温や湿度が適正であるというわけではなさそうです。そしてこれらの5種類のヒラセリクガメはどれも希少でかつ飼育難易度が高いリクガメとしても知られています。アフリカ大陸南部のみという限られた場所にしか生息していないことからも、気候や餌などその土地特有の条件下でないと長生きできないのかもしれません。また小型だからといって飼育しやすいというわけではなく、小型だからこそ温度や湿度の変化や餌の内容にも大きく影響を受けやすいという捉え方もできます。こういった面からもまだまだ謎の多いリクガメと言えそうですね。それではここから全5種類のヒラセリクガメを簡単に紹介していきます。まず最初はオウムヒラセリクガメです。高長は10センチから13センチで、メスは最大で16センチ程度にまで成長するため、ヒラセリクガメの中では大型の部類に入ります。南アフリカの南側沿岸部に広く分布していて、気候は地中海性気候であるため、夏は乾燥していて、冬は多く雨が降るという日本とは真逆の環境になります。この付近の代表的な都市であるケープタウンは、日本よりも夏は涼しくて、冬は暖かいため、かなり過ごしやすそうな気候ですね。
名前の通りオウムのようなくちばしが特徴で、このくちばしはオスの方が大きく発達するそうです。甲羅はオレンジから茶色っぽい色味が多いですが、その中でもオスは繁殖期になると鼻のあたりが赤くなって甲羅の色もより派手になります。続いて大平セリクガメです。甲長は11センチから15センチで、メスは最大で17センチ程度にもなる平セリクガメ属の最大種ですね。生息地は南アフリカ内陸部東側の草地や低木地で、ステップ気候であるため夏にはよく雨が降る比較的湿度が高い地域になります。先ほどのオウムヒラセリクガメに比べて寒暖差の激しい地域に生息しているため、冬には密集した植物エリアでの冬眠が観察されています。鼻の上の鱗が大きく薄黄色をしていて、交番と交番の継ぎ目が黒くなっているのが特徴です。続いてブーランジェヒラセリクガメです。甲長は10センチから13センチ程度で、南アフリカ内陸部の岩場に生息しています。気候は大平セリクガメ同様ステップ気候であるため、夏に雨が多く冬は雨が少ないという環境です。頭や足、甲羅すべてが明るい褐色で統一されていて、ヒラセリクガメの中では一番地味な印象ですね。ブーランジェという名前はベルギーの動物学者ジョージ・アルバート・ブーレンジャーから付けられたものだそうで、他にもマーブルヤドクガエルや日本の固有種である大台ヶ原山椒魚などにもブーランジェという学名が付けられているみたいです。続いてナマクワヒラセリクガメです。甲長は9センチから11センチほどで、霜降りヒラセリクガメに次いで2番目に小さいヒラセリクガメですね。ヒラセリクガメの中でもこの種だけ南アフリカではなく、1年を通して雨の少ないナミビアの砂漠地帯や草原地帯に生息しています。そのため別名ナミビアヒラセリクガメとも呼ばれているそうですね。大ヒラセリクガメと同様、甲板の継ぎ目が黒くなっていて、甲羅の長さに対して甲羅の幅が長いため、ヒラセリクガメ5種類の中で一番正円に近い形状をしています。ナマクワヒラセリクガメは長い間、ブーランジヒラセリクガメのナミビア個体群とされていたようですが、頭部の鱗の形態や甲羅や足の色彩が異なっているなどの違いから、2007年に新種として登録されました。そして最後が世界最小のリクガメ、霜降りヒラセリクガメです。しかもこのカメ、リクガメだけでなくウミガメやヌマガメ、スッポンなど全てのカメの中で一番小さいカメとして知られています。甲長は最大で10センチ、その中でもオスは8センチ程度にしかなりません。よく世界最小級として紹介されるカメといえばミシシッピニオイガメですが、このカメでさえ成長すると13センチほどになるので、霜降りヒラセリクガメがどれだけ小さいかがわかりますよね。この種も南アフリカ西側沿岸部の乾燥地帯に生息していて、ヒラセリクガメの中でも一番派手な甲羅を持っているのが特徴です。英語圏ではスペックルドパドローパー、つまり斑点のあるカメという名前で呼ばれていて、日本名の霜降りという名前も甲羅に斑点があることから名付けられたんじゃないかなと思います。そしてこの甲羅の模様、同じアフリカ大陸に生息しているパンケーキガメの模様にも似ていますよね。パンケーキガメはケニアやタンザニアなどアフリカ大陸の東側に生息していて、南アフリカとはかなり距離があるんですが、甲羅の模様や大きさまで似た進化を遂げているなんて面白いですよね。ということで今回は南アフリカとナミビアという限られた地域にしか生息していないヒラセリクガメについて紹介しました。これで皆さんも南アフリカに行った時にどのヒラセリクガメか見分けられるようになったんじゃないでしょうか。飼育難易度や希少性のせいもあっていまいち知名度が低いヒラセリクガメですが、この動画を最後まで見てくれた皆さんなら周りの友達にヒラセリクガメの魅力をどんどん布教していってくれるんじゃないかなと信じています。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。